そういえば H 君がいなくなった後、私もからタクトを連れ出したりしたんでしょ。じゃあナナミが寂しいって言ったらタクトを返さなくてもいい？え？ナナミ、タクトとずっと一緒にいてもいい？あ、それはなんてね。え？ナナミの言ったのは全部嘘。え？お父さんとお母さんだってあそこにいるもん。なんだと？ちょっと、ナナミちゃん！ほら、あれがお父さんとお母さん。ん？それも嘘とか言うんじゃねえだろうな。そうなの？あ、ナナミちゃん！合計933円になります。はい、1000円からですね。何がいいかな？お母さんがいるんだったらどうしてご飯作ってもらわないの？だって忙しいじゃん。本当にあれがお父さんとお母さん？あ、これにしようっと。本当だよ。でもナナミちゃんがお店に入ってきてもあの人たち何も言わなかったじゃない。そんなのいつもだよ。いつもって？毎日。え？毎日そうやって一人でご飯食べてるの？そうだよ。毎日？こんなのおかしいよ。本当のお父さんとお母さんならなんで何も言わないの？なんで？本当の家族だったらお家に帰ってきたらただいまって言っておかえりっていうのが本当じゃないの？私だってお父さんとお母さんがいたらただいまって言っておかえりって言ってほしいもん。ナナミちゃんなんてお父さんもお母さんもいるのに、なんでよ。あいつ、ナナミちゃん、ナナミだってしてほしいもん。お父さんとお母さんといっぱいいっぱいお話ししたいもん。でもいつも忙しいから、ナナミ、ナナミ、ナナミ、お母さん、お母さん、お母さん。ごめんね、ナナミ。お母さんたちちっともかまってやれなかったね。ごめんね、許してね。ナナミ。お父さん。よかったね、ナナミちゃん。お姉ちゃん、はい。タクトを勝手に持ってっちゃってごめんなさい。うん。ふう、やれやれ。どうなることかと思ったぜ。ねえ、ナナミちゃん、レコーディングに一緒に行かない？え？今度は内緒じゃなくってね。うん。いいね、素直な感情が出ているじゃないか。ええ。ところであの子は？フルムーンのファン第1号です。え？まあいいじゃないですか。ただ一つ変わらないもの、ずっと描いてた夢、今
なめろこ、別にお前が歌うわけじゃねえんだぞ。そりゃそうだけど、今日はあの子のデビューなんだもん。メロコ心配。ま、やることやったし、あとは当たって砕けろだ。って、あいつまたなんかトラブルか。次回フルムーンを探して、フルムーンデビュー、お楽しみに。